カラクラムでスプリットボード始めてもっと山が好きになったというか、ただ歩くのも楽しいし、なんか山を滑る以外の楽しみを見つけたというか、まあ、それに気づくようになったというか、なんかそういう楽しみをスプリットボードは助けてくれてるかなっていう気はするんですよ。歩くのが楽しくなると雪の上をたくさん歩けるし、気軽に歩けることでもっと奥に行けるし、いつもより世界から一歩遠くに自分の知らない世界に入れて、そこで得られる体験ってこう違いのないものかなっていう、それがあるから未だにこうやってスノーボードしてるなって感じますね。